皆さん、こんにちは。私は鹿児島県外国人材受け入れ活躍支援課の春菜です。これからスライドを使って鹿児島県の特徴をご紹介します。鹿児島県は日本の南部の九州の一番南にあり、160万人の人たちが暮らしています。鹿児島県は日本の中で暖かい地域です。年間の平均気温は19度です。とても過ごしやすい気候です。東南アジアの主な空港から福岡空港まで飛行機で4時間から6時間です。そこから新幹線で1時間20分で鹿児島県に着きます。鹿児島県は南から北まで600km あります。青く美しい海が広がる島があります。その他にも冬には雪が降る地域もあります。春、夏、秋、冬の4つの季節を楽しめる豊かな自然が広がっています。鹿児島県は温泉も有名です。いろいろなところにさまざまな温泉があります。上の写真は、暖かい砂の中に入る天然の砂蒸し温泉です。世界でも大変珍しい温泉です。このほか、森や海の大自然の中でリラックスできる温泉もあります。お仕事で疲れた体をリフレッシュさせる温泉や、お肌がツルツル、きれいになる温泉など、いろいろなジャンルの温泉を楽しめるのも鹿児島県のいいところです。さて、ここからは鹿児島県で働く外国人について説明します。鹿児島県で働く外国人の数は年々増加しています。写真のように外国人の人たちは鹿児島での暮らしの中で地域のお祭りや文化活動に参加しています。そして地元の人たちと交流しています。鹿児島県での生活にかかるお金について説明します。鹿児島県の物の値段は日本で2番目に安いです。つまり給料から引かれるお金が少ないのでお金が残ります。できるだけ貯金したい人や家族にお金を送りたい人などお金を残したい人にとってはありがたいですね。ショッピングについて説明します。鹿児島県には日々の生活用品を買うスーパーマーケットのほかにもとても大きなショッピングモールもあり、不自由なく買い物を楽しむことができます。こちらは鹿児島県のある会社の社員寮の写真です。この社員寮には小さな畑、家庭菜園があります。ここで働く外国人の人たちは、この畑で野菜を育てて、食事にかかるお金を減らしていました。また、会社の近くの社員寮に住むことができれば、歩きや自転車で職場に通うことができます。通勤時間も短くなるので、朝も夕方も自分の時間を取りやすいですね。ここからは、鹿児島県で生産される食材について説明します。鹿児島県は気温が暖かく、多くの農林水産物が育てられています。和牛、黒豚、魚のブリやカンパチ、うなぎなど、鹿児島が誇るブランド食材がたくさんあり、毎年その産出額が増えています。2017年には北海道の次に日本全国で2番目となりました。鹿児島県には安心安全な環境で育った食材を使った美味しい料理がたくさんあります。鹿児島県の和牛は
日本で開催された和牛のオリンピックでチャンピオンになりました。ぜひ鹿児島県に来たときは、美味しい料理をたくさん食べて栄養をつけてください。最後に鹿児島県の文化を少しご紹介します。11月に鹿児島市で開催される南九州最大のおはら祭りがあります。このお祭りには外国人の方も参加しています。また、鹿児島県内の各市町村や学校では、外国人の方々が日本文化に触れる体験なども企画されています。鹿児島県では、皆様のような働く外国人の安定的な受け入れや、地域での定着を支援する専門のセクションを設置しています。また、鹿児島県で生活をしていくときの相談に、外国語で対応する相談ダイヤルもあります。このように、皆さんが安心して暮らせるためのサポート体制があります。働きやすい、暮らしやすい鹿児島県で働いてみませんか？皆さんと鹿児島県でお会いすることを楽しみにしています。